ちょっとこいつはなんか自分で上手いと思ってるだけのサーファーなんで、その心を叩き潰したいと思います。はい、むしゃくしゃにされたいと思います。頑張ってきます。はい、じゃあよろしくお願いします。波は超いいです。やばいです。素晴らしいです。スペシャルです。ヤマン、こういうやつを俺が叩き潰すんで応援お願いします。今回は兄弟対決です。両春 VS 旧姓の戦い。さあどちらが勝つんでしょうか。はい、今回も行きますよ。まずは両春がいった、スピードアップスピードアップからのナンスットアンター、エアリバース、しかしインコンプリート、し足が揃っちゃったみたいな。さあビハインド社長行きました。いい波じゃないですかこれ、最高ですね。さあ乗っていく乗っていく、そしてここで終了ですかね。はい、お疲れ様でした。さあここはバトルが続いております。まずは両春が一発かましてからのノートリムでラウンドハウス持っていった、そして前に出て一発かましてもう一発ねじ込んでいく、そして軽めに当て込んでパンピングインサイド、しかしここはブレイクしない。おっと登場です、安土玄、どのようなパフォーマンスを見せてくるのかなみたいな。さあ奥の方では大野くんツインフィン乗っております。いやーもう今日はね最高ですね、この波、この間の続き、前回の続きです。さあまだ旧姓は出てこない。さあ松本健志郎、あんたなんしよっとねみたいな。さあそして玄くんがその割り込んでくるけど飛んでくみたいな。さあ登場です、ヒューセイ、まずは一発、おほほ最高やね。あんたねコメント来ちょったじ、ヒューセイくんのサーフィンスタイル大好きです、もしかしてお前が自作自演で書いてきたっちゃね、このコメントはみたいな、そんな感じで読ませてもらいましたけど、でもねヒューセイもね上手くなりましたよね。さあインサイドセクション乗ってきましたね。さあどうする、あーとなんか足がもうパンパンなのか、どうするのか、派手な板、いやいやいや無理無理やめますみたいな。お、ここで試合放棄ですね。さあそして弟レイバック、そしてカービング、調子がいっちゃね今回もカラーのバンピングで前に出て最後はスラッシュ、そしてプルアウト、もうこれはもう完全に両春のもうなんていうんですかねスタイル。いや来た、おや成功、うわお前ランショットか、惜しい、もう今のは絶対悔やまれますね。ちくしょう、俺何やってんだうわーみたいな。さあそしてこれは森さんですね、千葉からの移住です。いやもう宮崎で大好きでやってきました。さあそして玄君一発ラウンドしてもう一発からのどうすんの、チェックダウン繰り返してカーブ、そしてパンピングでインサイド、さあ飛ぶのか、えい、まともにまとめてきましたね、なんかつまんない。さあケンシロウ最近ねレイバック練習中なんですよ。まずはカーブでねじ込んできた、後ろ確認して当て込んでいく、さあ前に出た、そしてプラウト、レイバック出らんかったですね。さあ両春まずはわらねじ込んでからの、いいね今の、あっうやうあんた今から褒めようと思ったらノーズがぶっさり刺さってインコンプリート、ちくしゃー見せ場をなくしたぜ、そんな感じですかね。さあまたしてもいきます、カーブからのねじ込んでからのスピードアップでエアーリバース、しかしもうむちゃくちゃみたいな、うほほてげい波。さあ玄君がテイクオフ、ナイスオプタン、スプレーが半端ねえ、カラーの池カモン、うわあそこ決めちったらプロサーファーやった、いや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 今年からプロサーファー回りますから、そんな感じですね。さあそしてケンシロウ一度ラウンドで戻ってからのどうすんの、なんかピコピコやってますね、ピコ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 。さあそしてスピードアップからの得意のレバック、今練習中、前には出てくるけどあなたはこれがかっこいいかどうか確認してください。さあそして両春いった、深
いボトムタンからのねじ込む、そしてもう一発、さらにカーブでパンピング。さあどうする、やめるのか。いや狙ってますね、インサイド。いやいや無理無理無理。さあカメラがパーン、誰ゲンゲン、俺はゲン。さあ一発かまして、もう一発からのパンピングで、さあインサイド入った。最後は回してくるがインコンプリート、惜しい。さあそしてカメラがパーン、おわケンシロウ来た。さあ一発かましてからの最後は、お違うね、当て込んできましたね。そしてどうする、何すんの、まさかのレイバック、やっぱりみたいな、やっぱりやっぱりみたいな。さあそして最後もレイバック、練習中です。今絶対頭に当たったやろボールが。さあそしておっと惜しい、テイクオフできない。オフショーが強いですからね、なかなかボードが下に降りません。そして小野くんが行きますが、ナンショットね、アンターポテーみたいな、こんな感じですね。さあそして両親がサイズのある波をキャッチ、スピードアップスピードアップからの、おこスピードの超、もしかしてエアリバース来るのか、いやシングルでいった、しかしあんたシングルも成功せんとかみたいな、うわくさ俺なんかもうバラバラになっちまったぜみたいな、そんな感じじゃねえかな。さあそしてゲン君がナイス、回すか、おわ回ってきた、回ったぜ今やりますね。もう一回リプレイです。さあここですね、当て込みます、バチコーンと、そしてタッチダウン、クルリンパド決まりました。やりますね、最高です。さあそしてこの方ね言ってましたね、なんかねうまかったですよ、独特のボードなんでしょうね、グリングイングインみたいな、そんな感じで持ってましたね。最後は当て込みます、ナイスです。そしてもう一発、さあ元君いった、まずはチェックターンを繰り返してスピードアップ、どうする、先ほど回ったのでもう一度やるか、やった、しかしインコンプリート。さあ後ろの方いい感じの波が入ってきましたね、誰が行く、両春が行った。さあまずはねじ込んでからの様子見、さあスピードアップするのか、いやここで一発レイバックナイスからのもう一発、さらにラウンドで戻ってパンピング、さあつなげることができるか、行くか行かないか、行った、しかしズボみたいな、つなげませんでした、残念です。お上がってきましたね、いや今回ヒューセイは負けたでしょう、俺勝ちでしょう、俺ウィンでしょうみたいな、そんな感じの誇らしげに笑っております。なんかね勝利者のなんか笑みがねかっこいいね。さあそしてゲン君、おっと当てに行く、いやいや回しに行くがインコンプリート、そんげこんげしょったら斉藤ですの斉藤さんがファミリーで入ってきました。さあ見せてくださいよファミリーの力みたいな、さあこれがカイチですね、レバック練習中です。そしてもう一発練習中がねエアリバースなんですけどね、後ほどお見せします。さあカメラがゆっくりと探してます、パーンほら来た、リオリオ斉藤リオ頑張るんだ僕、当てに行くぞエイオアウ、残念、そんな感じですね、頑張りましょう。さあカイチカモン、2発目いったけどインコンプリート惜しい、頑張りましょう。おっとなかなか出てこなかったね、やっと出てきた、うわうわうわ揉まれたみたいな、そんな感じだったですね、大丈夫か。さあそしてケンシロウが一発かましてもう一発、ちょっと雑に扱ってるような感じだがレイバック前に出てきた、そしてもう一発スーパーアプローチ、しかしインコンプリート。さあいったカイチ、まずはナイストップダウンからのもう一発、さらにもう一発、さあインサイドまとめてこいよ、よし最後はどうする、えいよし、あー置いていかれた、あんたそこはじゃきっちりいかんとみたいな。さあそしてゲン君が当てに行きます、バチコンバチコン行っております、そしてカンマンのセクションでプルアウト。さあ今度はレギュラー一
発かわしてもう一発からの来い。あーどうも惜しい。何ショットですか。ノーズがぶっすりやね。さあケンシロウいった。まずは一発当て込んでからのスピードアップ、そしてどうする、レイバック。おおちょっと、うわー無理。さあそしてうわーいい波、うわー無人くんです。誰も乗ってません。もう最高です、これに乗ったら。さあそして最高のプロサーファー、一発当て込んでもう一発戻してからのパンピングで、ここは看板になる。さあゆっくりとテイクオフ。さあカイチ君、顔を一度拭いてセットし直してエアリバース。しかしちょっと難しかったですかね。さあそしてリオ、リオ斉藤リオ、僕は行くんだ、えい、あしかしうんやられた、頑張れ、頑張るんだリオ、リオリオ。さあそしてこの方うまかったですね。一発かましてもう一発からの終了、やりますね。さあそして斉藤さん行きます。一発かましてからのもう一発、これね DHD のね EPS、なんかまだ慣れてない感じですね。さあそしてリオ、リオ斉藤リオ、おナイス決まった、移動リオ、そしてプラウト、いいね、いいよ、それの繰り返しやかいね。さあそしてお父ちゃんいきます。パパ、パパいった。まずは狙っています、ナイスアップターンからの、おお大丈夫か、いいですね、そしてプラウト。さあチャンネル登録、高評価、もしよければお願いいたします。さあ、うわー、大丈夫か、もう顔に当たったかと思った。大丈夫か、カイチーみたいな、そんな感じで、カイチくんで終了したいと思います。また見てね、バイバイ。元気ですか？大丈夫そう。